すごいな、リスペクトは。うわ、びっくりした。わわわ、ちょい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 、うわ、あった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 、あつ、あ、終わった。あー、ちょい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 、かあいつマジでうぜえ、あいつに人生壊された。なこれ、コントロールでしゃがみたい俺。うるさ、まあこれ離陸まで船内にとどまれ。これ要するに脱出するために毎回飛行機呼んで、飛行機が来てるのが見えたら敵が帰ろうとしてるのが分かるってこと。こういう最初の説明パートのゲームによくあると思うんだけど、この右上にパッて開いたらさ、ここに読ませる文章があるのと下にボイスのあれがあるのめっちゃ困んない？俺ずっと思ってんだよな。つか湧くの早くない？マッチングとかないの？こんなんやってる間に殺されたらクソ悲しくないか？は？からなんだが、そんなことありえるんですか？お、人いるやん。なんか死んだが、あ、やべ、なんか変なことしちゃった。あいつ硬くね？硬っ、硬すぎる。レイドボスやん。あーでもこういう場所には物が置いてるわけだ。んー、この辺は雰囲気で捨てていこう。こうやって後悔していくことでプレイが上達していくと。これどっち、これハードとノーマル何が違うんだ？モブの強さ、なんか全然マップの感じ違うな。ってか違うマップじゃん。箱とか開いてんだけど、何これ、俺途中参加してんのか俺。これ結構これ音でかそうだよな。まだ人に一度も出会ってないから、どんな感じで銃声すんのかとか全然わかんねえ。もうあさり尽くされてんじゃん。お、あさりこぼし、あさりこぼしなのかクソアイテムなのか。勝ったー。ちょっと待って、こいつ硬すぎ。かった。あいつ噛んのむずすぎだろ。勝って、ちょ、死ぬと思ってた、さすがに。あぶね。おい、弾という弾なくなったって。なんだろう、帰宅音かな。なんか、あさり方がばくない？あ、違う、これ、漁ってんじゃ、漁られてんじゃなくて、オブジェクトか。定期的にモンスターの声する。帰ってるやん。プレイヤーいるぞ。くしょ。うわ、つーえ、びっくりしたー。マンティコは、なにこれ。105ダメージ。俺、マンティコ持ってんじゃん。貫通度。すごいな、リスペクトが。あ、そういえばタルコフってワイプ日発表されたの？なんかニキータ大好きな匂わせツイートだけは見たけど。あ、されてないのか。ノーマルだとそこまで NPC が脅威じゃないのはいいな。いいなっていうか、そこに救われた。いや、結構脅威やわ。そんな叫びながらナイフわざわざ振らなくてもさ。なんか右下のナイフのマーク見ると、オルト V って書いてあるんだけど、オルト V 押すの難しすぎだろ。指どんな形になんねん。弱っ。やべえの来た。勝ったこいつ。でも俺は意地でも鉱石を取るぞ。ここでこう。こう。これをまずは遮蔽物に。後ろからも来てる。やべ、なんかしゃがんでる俺。やべ、鉱石叩くの体力使うかよ。あぶねえ。ここで呼べんの？おい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 、これ置いてかれたらどうなんの？ちなみにもう一回呼べる？ちょちょ、なんかちょ待って、入り乱れすぎだろ。俺が呼んだやつどこだよ。俺が呼んだやつあれ？とりあえず帰ろう。とりあえず一旦帰ろう。威嚇、銃を構えて威嚇はする。いつでもやったると。
重量がある上に発射にはチャージが必要だが、カルマガ1が直撃した標的は即死しなかったとしても恐るべきダメージを受ける。なんだこのわけのわからない説明は。ゼウスビーム来た。小学生大好き武器。あらゆる低迷のものを雷の神に変えるという理由でゼウスと呼ばれており、至高なる怒りに触れた。どんな、名刺結構入ってんな。49。地元民がよく使っていたボルトアクションスナイパーライフル。使いたくねえ。お、なんか強そうなやついるぞ。無理。あいつ体力震えただけで減ってなかった。うわ、びっくりした。ガチびっくりした。あいつなんであんな遅れてくんだよ。わわわ。ちょい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 。なんだ、もしかしてあのボスっぽいのが呼んだのか。なんかもうちょっとちゃんと漁りてんだけど、ちゃんと漁れる装備をしてこないと漁れない。悲しいことにね。なんなら俺はこの回帰ることなく死ぬ気がしています。なくね、サブですか。なあ、もう聞こえねえ。射程距離の短さに苦しめられるショットガン。苦しめるなよ。あ、でもここまで親切だったらプリセットあってもいいかもね。タルコフみたいなゲームにはプリセット、まあでもプリセットタルコフにも欲しいけどな。いかに傭兵軍人といえどそういうものってあるよね。決まった装備みたいな、あのラストでいうロッカー的なさ。この武器弱っ。あれどこ行った、あいつ。あぶね。エッグ医療の回復。え、これあいつが来たやつ、こいつが来たやつ、開幕速攻ぶつかったんかな。何こいつ可愛くね。遅すぎる。あった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 、あつ、あ、終わった。ああ、足滑らした。つる、ヨシはどこ行ったんだよ。ヨシは、うわ、フィザーやつ、なんでちょい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 。あぶねえ、あぶねえ。おい、回復なくなるて。え、強よこっち。わかりやす。チンコだ。あ、すげえ、バック入れたら全部入るんだ。これ便利な仕様知ったな、今。もうマンティ君が強いのも分かったしな。強いのが分かったら途端に使う気なくなるんだよな。もったいない。装備がもったいないっていう気持ちでいっぱいになる。もったいない病ですな。強い武器はやっぱり2、3個溜まんないと使う気しないんだよな。なくなったら、あーって感じするから、そろそろもうなくなっても痛くないなって量になってきてやっと使えるんだよな。なんか足音聞こえてたような気したんだけどな。ダメ。え、嘘でしょ。あいつマジでうぜえ。あの虫うざすぎる。あいつに人生壊された。うざすぎる。
ちょっと言ってくる。